はい、今日は9月11日か、はい、あ、12日ですね、月曜日です。新海、新海です。今日はこれです。アルザスロード、アルザスロードですね。だいぶ久々、これはだいぶ本当に久々のイベントでございます。アルザスのちょっと有名先生だったりね、ロードの有名先生がいろいろと集まってくる、すごく面白いイベントでございますので、でもイメージ的にはアルザスね、まあ、終わった後なんで、これはね、はい、もう本当にアルザス結構多かったですけども、まあね、この価格がね、まだね、上がりきってないアルザスというのは非常にいいと思いますので、ぜひご覧ください。はい、シロスバル、はい、ちょっと残っちゃう、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、しました。フランスローヌです。はい、北ローヌ、コードロティ、フルルドモンリス、つみてさんが、ドメーヌ・クリストフ・セマスカさんの作るやつですね。2018年シラ90ビオニア 10%、 はい、インポーターモトクさんです。モトクさんでございます。お値段が 18,000 とね、ちょっとお高めな、コートロティではございますけども、いや、これはね、今回この会場の中で一番感動したワインがこれでした。すげえと、もうね、こちらしっかり出てるんですけど、めちゃくちゃエレガントね。これは 10% ビオニエ、 10% ビオニエです。 10% ビオニエですね。やっぱりビオニエを入れることによって、やっぱりこのエレガントさが出るっていうのがね、このコートロティの妙でございますね。でもちょっとビオニエ入ってる方が美味しいかもしれない。わかります、本当にいいと思う。でしっかりとしたこのシラーにビオニエを入れるっていうさ、正直狂気、なかなかやばいこのブレンドの仕方してるんだけど、まあやっぱりこのコートロティっていうのはね、こういう風に美味しいものつくんだろうなっていうのがお手本のようなワインだし、まだね、モトクスさんの中でもあんまり注目されてない生産者、完全に10年モルカーの方が絶対美味しいですけど、ね、今でも全然美味しいです。でもだって口に入れてさ、今ずっと僕アフター感じてるけど、素晴らしいね。こんなんさ、もうさ、ちょっとね、もうお金のある、ね、レストランだったらね、もう2ケースぐらいさ置いといてさ、ちょいちょい出すぐらいのレベルで、本当に2ケースぐらい欲しいです、ね、本当に欲しい、これは。お、さすがモットワインモトクスさん、さすが。ちょっと僕ね、モトクスさんのワインでここまで感動したのだいぶ久々、すごすぎるこれは。本当ですか。僕は結構ちょこちょこ感動します。あ、お前忖度してたろお前忖度してたよな素晴らしいですね。ソムリンポイントお願いします。ソムリンポイント 6.8 はどうでしょうか。いいと思います。あ、いいワインだし、これね、正直ね、もっとね、そこの方になってくるとどんどん味が変わってくるので、もう本当にいいワインなんで、ね、じっくりと飲んでほしいです。綺麗に寝かせれば7点は超えます。これね、余裕で超えます。あのね、多分5年後とか飲んだら多分 7.5 とかまで行くんじゃないかとか、それくらいはもう素晴らしいワインなんで、ぜひ買っといてください。おい、シゴナスがめっちゃ美味しい。フランスロードですね、はい、サンダミアンのダミアンさんの作るコートジローヌラブーボー、2022年お値段が3275円。はい、ヌーボーですか。インポーターがセパージュさんです、ね、はい、セパージュさんですね。セパージュさんはですね、フランスがメインでやってらっしゃる感じのインポーターさんですか。ヌーボー、あ、ラブーボーです。ラヌーボー、ラブルーボー、ルーボー、あ、ルーボー、僕の滑舌が、ね、ラブーボー、難しいですねこれは。バビブベボーのブーです。なるほど、そう、なんか、なるほど、これね、もうね、飲んだ瞬間にこの凝縮感、このね、滑舌とした果実、もう新鮮さ半端なく伝わってきます。もう黒い果実をもう織り混ぜにして口の中にぶち込まれた、そんな感じの味わいですね。これが2022でこの味わい出してすごいと思う。22ってやっぱり熱いヴィンテージって言われる、はい、まあ正直まだね、僕たちもね、あの、分かってないんですよ、そこまで飲んでないんで。でも熱いと言われているので、そうなんだろうなという印象なんですけども、これ会長にやっぱりバッチリ乗ってるし、
で今早波させてもらって、なんかこんな強いんだっていう風に思っちゃう、そんな感じなんですけども、しっかり美味しいですね。うまいな。でもやっぱちょっと酸味があるんで、うん、何入ってるのかなって、ちょっと古い山荘って書いてあるんですよね。そう、古い山荘です。これがちょっといい酸味を出してる。確かに古い山荘、古い山荘、なんか1950年代のなんか木だったっけ、確か。すごいですね。もうそれは確かに古い山荘だなっていうような感じがありますね。この金額でこれはなかなか買いなんじゃないかな。特にこの円安の状況、はい、これはないと思いますので、ぜひ買ってみてください。さあ、ソムリンポイントは、3274円で4点ですか。すごいですね。すごいですね。いや、素晴らしいワインです。おい、フランス、アルザスです。はい、スピンさん、アルベール・ボクスレーさん、作りましたギブレス・ラミエル、2020年、お値段5800円です。はい、インポーターは君島屋さんです。君島東証、横浜君島屋さんか、来ました。このアルベール・ボクスレーですね、僕たちが大好きなアルザスの生産者なんですけども、もうね、今回でもギベレス・ラミネール自体が割と今ドライに作っているところが多いなと思ったんですけど、やっぱボックスでめちゃくちゃうまいなちょっと甘みをね、そう、甘みを残しつつやっぱドライなんですね。自然派のちゃんとしたニュアンスもちゃんとやりつつ、じゃあね、5600円っていうね、ちょっとボックスの中で5800円か、他のギベだったらもうちょっと高くなるんですけど、なんかギベだけこれ安かったんですよ。でも飲んだらやっぱりこれが一番うまいなっていう風に思ってですね、正直別格にうまいっす、本当に。結構ね、これはね、点数高いです、本当に。5800円ってありえない。やっぱりね、ギベは今買っときたいです。今買っときたいね、うん、なんかこれこうなんか結構いい感じのこの味わいの強さで、それでこの綺麗さ、アフターのこの伸びやかさ、すごい美しすぎるね、この幸せです。じゃあソムリンポイントお願いします。ソムリンポイント 5.1 点、どうですか。5800円、かなり上がった。ちょっとすいません、僕もこれ好きすぎてこうなっちゃいましたけど、これは良すぎますね。いやー、エレガントで、エレガントですね、本当にいいと思う。これはぜひね、これはマジで飲んだことないアルザスの人はね、これはね、行ってやってください。お願いします。アルザスの人って言われてるけど、アルザス好きな人はぜひ飲んでください。何食べたい、忘れてた。今サラサ、はい、フォアグラ、いや、でもなんかね、フォアグラだとこのワインの味を壊してしまいそうな気がするんですよ。いや、負けないんじゃない、これだったら。美味しいフォアグラだろう、うん、美味しいフォアグラで綺麗な感じで、テリーヌでさ、トロッとした感じのやつだったら、それだとちょっとやってみたくない。王道でいきますから、はい、やってみましょうということで終了でございます。やっぱ素晴らしいワインが多かったですね。間違いです、すごかった、本当にすごかった。で特に、いや、元福さんのあのコートロットに関してはちょっと本当に感動した素晴らしいワインですよね。大祝いです。いや、今後もね、やっぱりね、値上がってきてるんだけども、まだね、こうローヌとアルザスに関してはまだ安くて美味しいものたくさんありますので、ぜひね、それじゃあ注目して買ってください、はい、ということでまた次回お会いしましょう。ありがとうございます。早い。